シンガポールの位置シンガポール海峡周辺シンガポールの南にある東西に広がる海がシンガポール海峡シンガポール海峡はシンガポールとインドネシアの国境線となっている海峡である西でマラッカ海峡と接続し太平洋とインド洋とを結ぶ主要航路の一部を成している西にはマラッカ海峡を越えアンダマン海へ東には南シナ海が広がり南には リアウ諸島が位置する。マラッカ海峡との境界線は、おおむねマレー半島南西端と対岸にあるインドネシアのスマトラ島とを結ぶ線であり、この線より東側がシンガポール海峡と呼ばれている。海峡内にはシンガポールの海の玄関、ケパル港があり、マラッカ海峡と合わせて海上航海や海上輸送において重要な海峡である。海峡の幅は マラッカ海峡と比べて非常に狭く最も狭いところでは約 4.6km しかない。浅瀬や岩礁等が多く大型タンカーの航行に影響を及ぼすような浅い海域も多数存在する。海峡の南側に浮かぶインドネシア領のビンタン島ではシンガポールとインドネシアが共同で新しいリゾート地として開発を進めている。シンガポール海峡とパシールパンジャン港。 ありがとうございます。